夢ラジオ第4701回今日は令和5年2月28日火曜日です時刻は午前10時横浜港北火曜の晴れた朝来ました港北の空は今日もブルースカイ午後には緑道を走りに行ってきましょう さて、普段は火曜日の朝オンラインの授業があるのですが今週は振り返「夢ラジオ」の放送をしましょう「輝く火曜の朝4,701回目」今回は神谷副投手の「メロンパンに失礼だ論」取り上げます。 神谷藤氏がメロンパンに失礼だと言ってましたね面白い演説ですよ岡山の県会議員に立候補されるその立候補者の応援演説に神谷さんが行かれたようですそこで神谷さんはいろいろ切り取って その切り取った部分だけあの拡大してそしておかしな文脈で使われるから参政党が誤解されているそういうふうなことをおっしゃっていましたね。今度大阪府知事選に出馬される吉野さんその吉野さんの「小麦ダメだ」「甘いものダメだ」 植物油ダメだめだメロンパンダメだめだというこのメロンパンだめだというそこだけが切り取られてで参政党といえばメロンパンとなってしまったともうそんなこと賛成党は言ってないしメロンパンにも失礼だとかおっしゃってましたねメロンパンに失礼メロンパンナちゃんってアンパンマンに出てきますね。 参政党としては、いろいろお話しするときに慎重な物言いを心がけてはいるけれど、けれど、間違ったことを言う場合もある。それはしょうがない、と神谷さんは言うんですよ。これは一体何の話をしているんでしょうかね。具体的におっしゃらなかったけど、あの NHK 党の幹部に極左暴力集団の人がいるっていう、あの話が、あれが間違いだった といいいうふうに神谷さんは言いたいんでしょうかよくは分かりませんがまあ思い当たるところとしてはそれかなという気はしますそしてその賛成党だって間違えるるところも時も時あるその間違えた時のその言葉だけを切り取って大きくしてそして批判してくると確かに批判されればそれは直していきますがそれでいいじゃないかと。 なんで裁判までしてくるんだとはいえねこのような批判というのはもう参政党をやる前から分かっていたと神谷副党首は言ってますね。これはずっと神谷さんは言ってますよ。去年の参議院選挙の頃から「参政党は叩かれます」と「それは最初から分かっていました」と「政治は汚いんです」「僕はやりたくありませんでした」と。 けれどもやらざるを得なかったこのまま放っておけなかったと上宮さんは言ってますよ一回吹田の市会議員をやってそしてそこで一人で市会議員を動かそうとしては全く何にもできずそして自民党とのつながりもできたけれどそれもあの自民党の中に入ったら 言言いたいいたことは言えないその前の「維新は」というと橋本さんとはもうたもと分かってしまった「もう政治はやめようと」とけれども「政治はやめよう」と距離を取って政治を見ていたらもうやっぱりいろいろ動かされているとそれをもう放っておけなくなって。 政党みたいなものを作っちゃったみたいなものって言ってましたねこんなもん作っちゃったとでその一旦政治を離れてもその時いろいろ見えてくるものがあるああと外国勢力に日本の政治が操られてるなとあとああと日本の国益がどんどん毀損しているなとそして もうしょうがないから賛成と陰謀論ではなくて陰謀があるんですとあの勢いよく言ってましたねそうなんですよこの「夢ラジオ」でもよくお話ししておりますが陰謀があるんですよで陰謀論を言うと相手されませんよってことね だから神谷さんがどういうつもりで陰謀論じゃなくて陰謀なんですって言ったのはどういう意味かはちょっとあのはっきり定義はおっしゃらなかったけどまあ参政党がこれまでいろんな書籍で言ってたあのユダヤの国際金融資本とかああいう段階からは脱皮しつつあるのかなという気はしますね。例えばですよ その今回のウイルス騒動で製薬会社が儲けましたそしてその製薬会社の陰謀があったんですというふうにまあするとしましょうでそれを主張するんだったらそして名指しで攻撃するんだったらそれの証拠を見せなきゃいけないんですよねでその証拠ないまま利益得たのはここだからここがこの会社が背景にいて あのウイルス騒動をあのでっち上げたんだっていうこれは陰謀論なわけですよだって証拠ないんだもんそんなのそう見えたというだけなんですただしですねその何々の現象の背後にこういうこれこれという意図があったんじゃないかという類推これは構わないよ だって、陰謀で満ち満ちてますから、この世の中は。だから、そういう陰謀があるんじゃないかという、その言い方は、それは大いに結構です。だって、陰謀がもう、もう古今東西、もう遥か昔からずっと今もある。私たちの身の回りでも小さな、<laughs> もう小さな規模で、どんどん行われてるじゃないですか。 ただしその陰謀を行われてるんだけどそれをやってるのはあいつだと証拠もないのに言ったら非常に問題になりますよね我々の個人レベルでも。それはもちろん政治レベルでもそうだから政党として陰謀論やめなさいよっていうふうにイメラジオで言っていてだんだん参政党が私が見ているあの限りそっちの方向へそっちというのは陰謀論から陰謀を 強調する方へ変わりつつあるんかなっていう気はしますねそれは良いことですよ陰謀論を唱えたらアウトです根拠もないことに基づいていろいろ組み立て始めたらもうあの踏んぱんもの,のあの中身が出てきますしかもいくつか先は全体主義ですよそんな陰謀論のね でその陰謀と戦うぞということで参政党を始めたそしてあのその陰謀というのはわかりやすく言えば日本が全然30年間豊かにならないそして日本の中の資産がどんどん外国に買われていくこの危機感は正しいです今国政政党で日本の資産が 中国人に買われていることの脅威を訴えているのは参政党だけです。参政党だけなんですよ。あとは沈黙、特に自民党、公明党なんか、その中国人が日本の資産を買うお手伝いしているように見える。立憲や公明やという、え立憲や共産やという、この社会主義みたいな政党は、元からして反日で。 周辺国べったんこ中国や韓国や北朝鮮にべったんこな党が立憲や共産ちょっと聞いてりゃ分かるでしょ維新も結局考えてることはお金儲けとねお金儲けと公務員叩き会というだんだん見えてきましたよね維新も。 そんな中にあってその資産を買われることの危険これを言ってるのは参政党この点でももう参政党に潰れてもらっては困るわけです参政党は、まあ、頑張んないといけないわけですね参政党去年の夏頃は自民党や公明党を応援するみたいなこと言ってましたよ応援しながらももこれもう 要はまあそんなこと言うってことで夢ラジオではよく批判しておりましたがさすがにそういう言い方をしなくなりました当たり前ですよ自民党や公明党なんかどっからどう見たって応援なんかできない親中ばっかりじゃないですか自民党の今の執行部で公明党はもっと親中もう中国にあのもうね従属的なというんでしょうか 屈辱的なといううんでしょうかだからよくまあこんなあの外国にへつらう党が得票を取って票を取って与党なんかやってるもんだって不思議ですよ。どこ見てて自民党党や公明入れてんだろうその自公を応援しながらみたいなこと言ってた賛成党けど最近はさすがに言わなくなりどうしても自公と対決するそういう姿勢に入ってきましたね。 正しいですよまあ参政党のこういった変化がこの「夢ラジオ」からの批判を通してなされたなんてそこままであの自信過剰になってはいけませんこん,こんなラジオを聴いてくれてるのかどうかも不明ですがまあこのラジオで指摘していたその参政党のまあ駄目なとこですよねそれが徐々に徐々になくなっていってるのはそれは喜ばしいことです。 そのダメなところがなくなっていけば今度は参政党が本当にまっとうに主張している国益を伸ばす愛国の政治をするこれが浮き上がってきますからそそれれはは支持せせざるを得ませんよそれはねさすがに NHK 党もだんだん馬鹿らしくなってきたのか参政党への攻撃も めめ始めたようでですすね良いことですあれをやっても NHK 党に何の利益もならないどころか NHK 党はこのあのままだと惨敗するでしょうあの参政党攻撃を続けてればねさすがに分かったんじゃないでしょうかそして今やめてももう NHK 党には政治家女子48党以外にもう国民に語りかけるテーマはなくですからこの統一地方選挙 NHK 党は厳しい思いますよ 政治家女子48もまあ女性だからっていうんで一定の票が入るんですけどどこまで当選までいけるかどうかは不明ですまたあの48党がどういう公約を出すのか何も聞こえてこないというより公約がないから48党なんですよね結局今保守の側に身を置くならば今の政治を見ていて見るべきものは賛成党しかないんだ そう思いませんかこれからもこの統一地方選挙参政党の動きをフォローしていきましょう夢ラジオ今回は神谷副党首の「メロンパンに失礼だろうを取り上げました火曜日です